はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長の野望大使、ウィズパワーアップキット。これは、信長誕生シナリオの神保家編第14話ですね。ではね、始めていきましょう。商業を進めて。はっ。で、あれだね、闇取引で。取引を行いましょう。偽物だったっていうことで。じゃあね、農業ね、9月なんでね、やっていきます。かしこまった。で、こんな感じだね。じゃあね、進めていこうか。もうね、講話の発射ね、送ってますんでね。これはもう解除しよう。待って、これ、落ちるかな。60日、落とせないよね。返しとこう。うん。じゃあ、こんな感じで。志果たさずして賞は終えられぬな。はい、本願寺は一個一個さえ できてればいいね。お家なんでね。うん、で結構ここはできてるかな。使いの者が来たようです。六角さん無理です。皆の者、勝ち時をあげよう。はい、ということで、千葉家ね、落としました。はい。まったく、従属させて安泰し、包囲も安定させようと思ったのに、ね。従属させようと思ったせるか、みんなね、全然復興してきたっていうのでね。南部家とだったっけ、南部家に出しよう。助立ちいたす。南部家と同盟だこれは。必ずや果たしてみせようぞ。報告いたします。これは南部家と同盟しかない。これより表情を始める。やってる最中にまたね、やられ、またあれされそうな気がする。55、55、51、52がいてね。これにて表情を終える。とりあえず野戦築城を取って防御力上げて、あと商業と、あ、論議があれば商業さん取れるんだね。ゲチよ。かしこまりました。闇取引、我が覚悟お見せしよう。取引を行いましょう。で、神殿しよう、神殿、神殿。お、交渉もできる。あ、いいじゃん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 。いけるんじゃない？いけるんじゃない？かしこまりました。で、あとは、神殿できるところあるかな、どっか。なさそうだな。まあね、またね、うん。あれすればいいね。うん。神前していけば。富士山が山に行くぞ。山田までがさ、富士山の教えて使うとか、それはないよね。この城、いただくとしようか。はい、六角さん、OK ね。まあ2章取れてるんで、あとはもうポイントだけなんで、あと10ポイントね。うん。報告いたします。どこで10ポイント稼げるか。先月の収支です。それが一番の悩みどころだね。命令を。もうちょいなんとかしないと、こっちも進んでいかないとダメだもんね。取引を行いましょう。とりあえず進めていかないとダメだね。とりあえず2末まで進めないと戦争はできない。報告いたす。ご命令を。
交渉で同盟とか大丈夫？同盟2ヶ月がいる。佐藤君、お前同盟しないのか？お前は。まあとりあえず決めようか。取引を行いましょう。佐藤君は同盟しないだ。別に切れた瞬間攻め込むよ。うん。ああ、スライム来たんね、うん。報告いたします。これより表情を始める。かような策はいかがでしょう。こんなんでいいかな。論議があれば、確か商業さんが取れる。論議があれば商業さんが取れる。論議60、貯めよう。74、40、55の50。これで論議60になる。これにて表情を覚える。なんかこんなような、なんか、論議いらないよ。で、結構、武将が、玉数が増えたね。闇取引。我が覚悟、お見せしよう。はい、では取引を行いましょう。志果たさずして賞は終えられぬな。一向金星が出ますね。おお。あ、ナオトさんとお友達になれそう。先月です。交渉で。あ、婚姻同盟。うん。で、北畑さんの娘をあげよう。で、俺は知っている。南部さんは、これ、春政。これはね、時期、当社なんでね。うん。相当長生きするんでね。で、これが、あ、同盟結べる？あ、姫くれるんだったらいいけど。うちらなんてさなきゃならない。じゃあ、畑にそんな価値はない。姫武士をあげる価値はない。親善は、できないと、まだ。じゃ、商業進めて。承知した。取引を行いましょう。じゃあ、ね、来月から戦争できるようになるね。そしたらあれだね、山名さん、山名攻めだね、これね。山名、細川。報告いたします。ご命令を。で、神殿を細川さん、できねえか。できねえか。あ、先制報告できないか、まだ。こっちにしかできない。こんなところとやり合ってたくない。で、神殿こっちもできない。じゃあもう一回ちょっと様子見ようか。取引を行いましょう。もう一回ちょっと様子見て、こっち攻めよう。裏返、5、5個の勢力と同盟結ぶと、ね、同盟を裏切って持ったやつだね。うん。報告いたします。で、山名攻めやる。これより表情を始める。論、もう対面いらないや。軍事論議でいいか。79、52、54、56枚やる。これにて表情を終える。で、これで根拠力アップ。そんなもんかな。ご命令を。うん。で、山名さん攻めよう。お前は、進展できる？進展できるんだったら進展で終わらせたいけど、できないよね。
細川もできないね。で、山なぜめで。陣ブレを出せ。戦の支度をせよ。助立ちいたす。ああ、山の細川攻めでいいかな。幼児攻めでもいいね。で、ここ山、このお城落としちゃいいんだもんね。ああ、いっぱい来るか。うん、これ結構しんどいぞ。宣戦布告で、スパも攻めようか。陣ブレを出せ。同時攻めで。戦の支度をせよ。助立ちいたす。ここ取ると楽なんだけど、22000、ここが一番当たりが柔らかいね。ここが一番勝ちやすいね。うん、ここでね、やっぱ22000で、ここに25000出るんで、これでいいでしょう。出陣するぞ。で、ここになんか出てきたぞ。いくつで来る？ 38000。 こっちに 23000。24000を送りつけて、出陣するぞ。で、こっちに、まあ、3万いくつ来るか。1万5000が揃ってる。うん。どうやって行こうか。こっちの方がいいね。2万8000。いや、負けるな。どっちにし負けるな。あー、ここの陣兵力稼ぐいいじゃん。この陣兵場をとりあえず3万ぐらいでちょっと向かってみようか。出陣しよう。ちょっと多すぎる気がする。いやいやいや、違う。これあれじゃん。こっちの陣兵場じゃないじゃん、これ。手を打とう。この、ここが準決勝だね。うん。ただなんか、これ、当たりそうだなぁ。来そうだなぁ。ちょっとここら辺で待機させとこう、3万ぐらいの。出陣しよう。うん。こっち、弓木の方で様子見よう。こんな感じで行きます。商業、埋めて。かしこまった。で、評価。取引を行いましょう。おっと、高い。闇取引。我が覚悟、お見せしよう。取引を行いましょう。回帰せよ。おっと、来ないか、こいつら。もう負けると思って、こいつはもう従属の使者出してきたかな。うん。こんな感じだね。これもなんかここ動くつもりなさそうだね。負けると思って従属の使者出してきたかもしれないね。うん。そんな雰囲気だね。時家ですけど、取り込みますか？取り込む。これであれでしょう。時家にいた、誰か、道さんとか、ね。うん。確か、道さんと、これとかもうちらにいた武将だと思うんだけど、この辺が、あれじゃないの。すごい強いやつで帰ってくるんじゃない？忠誠が。報告いたす。ご命令を。なんか、
ドーム1ヶ月？どれが1ヶ月だ？これ？あ、延長の使者送ってるね、多分。いや、送ってないのかな、わかんない。ダメだったら潰しちゃえばいいだけだね。取引を行いましょう。銅山とかどんな感じになってんだろうね。勢力、武将、統率で調べれば銅山早いでしょ。あ、銅山、うん、あの黄色だもんね。いいね、いいね、いいね、いいんじゃない。今中性赤いのは、あれじゃん、信虎も黄色になってるじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ちゃんと手紙あげてないからね。手紙ね。うん、99もあるでしょ。手紙あげてないんで。うん。じゃあ進めていこう。志果たさずして、賞は終えられぬな。我に続け！標高10日。あれ？マジで？我に続け？行くぞ！いや、23,000いないよね。うん。行くぞ！どんなこと考えたって大丈夫だよね。行くぞ！こちらが23,000出せる。こいつらは、1.2 倍だから 1.2 倍、3000増える、18,000、大丈夫。23,000対18,000、負けたらあれだね、卑怯だね。うん、じゃあ進めとこう。我らの勝ちよ、勝ち時をあげよ。かたじけない。ここに来てくれん、来てくれんだよね。ああ、27,000、28,000出せるようになった。ああ、余裕だ、余裕だ。うん、え、これが30,000も来る。あれ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 、なんかいっちゃん変わってるぞ。手を打とう。これはだダメだ、まだここで警戒しておこう。我に続け。果たせぬか。うん、ちょっとまずいことになってきたぞ。ご命令。山田も考えてきたな。行こうか。ここだったら勝てるから、こういう感じで行こうか。じゃあこれで行けば。いざ参ろうか。これがちょっとやばいぞ。行くぞ。部分入場させてもあれだもんな。どっかなんかいい場所、いい場所。16,000、先着扱い取れないもんね、これね。これはちょっと負けるぞ。やばいぞ。これはあれか、ちょっとか言ってみるよ。皆の者、我に続け。減らないな。行くぞ。皆の者、我に続け。やばい、もう一部隊出そうか。我ら、王道を行かん。我ら王道を行かん。あ、これで逃げてったね。うん。行くぞ。皆の者、我に続け。行くぞ。とりあえずここでじゃあ、待とうか。皆の者、我に続け。うん、待ってこっち行こうか。うん。じゃあ進めていこう。取引を行いましょう。買えなかったか。待機せよ。
カゴの手をひねるようなものよ。かたじけない。うん、で隣接したんでこっち行けば取れるから、まあもうちょっと行くぞ。いじめつつとこうか、エスパーさんのお城ね。うん、うん、こっちから行けば取れるね、勝てるね。じゃあいいね、わかりません。はい、勝てます。誇りにかけて負けはせぬ。この城もらい受けよう。行こうか。お、ここあれじゃん、準拳所広くなったから勝てんじゃね。勝てそうだよね。まだあれか、準拳所あるか。ここか。出陣しよう。で、これが行くぞ。こっち行くと本当に来る？出陣するぞ。来ないよね。使いの者が来たようです。お高いけど従属の申し入れ、あ、いいでしょう。で、勢力でポイント、細川さんが多分1ポイントあるじゃん。2ポイント、3ポイント、4ポイントぐらい持ってるはずだから、あれじゃん、結構いい感じになったんじゃない？4ポイントぐらい。ああ、すごい増えた、増えた。あと2ポイントだ。あと2ポイント。じゃあ、このまま終わりまで突き進もうか。これ、従属の使者が来てくれれば、すぐなんだよね。手を打とう。ここに、どうだろう。1万9000。で、ああ、勝てる勝てる勝てる。じゃあ、これでいいや。山野さんが従属の使者が届くはず、そろそろ。おい。報告いたす。これより表情を始める。うん、85、17、56。これにて表情を終える。刀狩り取ろう。ご命令を。で、あれだね、あの最後民中四蔵肩が打っとこうか。我が覚悟お見せしよう。どうせ余ってるし、で闇取引。我が覚悟お見せしよう。取引を行いましょう。あ、買えなかった。うん、まあいいでしょう。でこれもそのままこっちに進めよう。とかこの辺に進めとこうか。出陣するぞ。山田さんも慌てふさめいて、山田さん2ポイント持ってるはずなんで。うん、ほいしとこうか。で、強行入れとこうか。で、山田さん、舞台引っ込めて落ち着いたんで、これ今、公務者送ってきてます。つい大将軍を名乗るってことでね。名乗りました。あら。この戦、土地はもらったぞ。あら、山田さん、従属しない？我に続け。志。でかくなりすぎたから、従属しないのかな。何もさ、あれだよね。でかくなりすぎて、山田さん、従属しなかった時あったよね、一回ね。勢力あと1ポイント。うん、従属しないかもしれないね今回ね。うん、じゃあ取引を行いましょう。兵糧買ってじゃあ詰めとこうか。ほい46。もうあと2ヶ月もすればね、36ポイント貯まるんで。ほい。
これ勝てるんじゃない？ああ、うちらのあれをあれだね、十族先のところから借りてたけどね。うん、十族本のあれとは戦えぬ言われてね。うん、報告いたす。ご命令を。取引を行いましょう。あれも本当に評論余るんだよね。うん、最初とんないくせにさ、志果たさずして賞は終えられぬな。使いの者が来たよ。でも従属の申し入れ、はい、受けましょう。手山家を応援します。助立ちいたす。三戦。南部家を応援します。助立ちいたす。最後になんかハッスルしたけど、もう36分でうちら溜まったぜ。よく。出る溜まって。うん。余裕で溜まったね。これさ、あれだ、どうも切れてたんだ。じゃあうちらも宣戦布告大友にして、陣触れを出せ。戦の支度をせよ。助立ちいたす。でね、大友軍に戦うよっていうような素振りだけ見せて、山名さんをちょっと助けてあげようか。出陣するぞ。行くぞ。出陣するぞ。行こうか。まあ、最後は乱世らしく出陣しようね。全部ね、出陣させてあげよう。行くぞ。はい、出陣する。これでね、多分山名さんはどこあがいても勝てる。うん、勝てると思う。うん、じゃあ、キャスターは知らん。ホトカーさん応援しますよ。助立ちいたす。ドーム受け入れよ。うん、まあいいでしょう。ということでね、天下にね、届いておりますということで、総武寺で発令します。はい、ということでね、意外とね、まあ結構最初はちょっとここの家は難しかったんじゃないのかな。難しかったというか、陣ボケ、どうだろう。まあ、でも前回やったね、小弓足関係ほどは面白い、あれだね、難しくはなかったけど、まあ、途中間違えた感じとかをすると多分、あれだね、ちょっと厳しいのかもしれない。包囲網とかそういったような感じでね。で、まあ、うまくできたんじゃないのかなと思います。ということでね、回想シーンのところまでね、ちゃんとね、録画しておきます。エンディングの方はね、ちょっとね、長引いてるんでね、流さないですね、エンディングの歌はね。はい。ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければですね、最後の回想シーンまで、ね、確認していってもらえればなと思います。